時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。はい、番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君弘と争わない弁護士工藤敦子です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組は、日曜日の、この憂鬱になりそうな時間を、明日への希望へと変える番組の内容となっています。最後までご視聴お願いします。お願いします。はい、また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスが797@fmkino1.com 797@fmkino1.com までお願いします。また、YouTube でも同時、放送をしてますので こちらも視聴できます。YouTube から入っていただき、fmkino1日曜日の憂鬱で検索していただけるとご視聴できますので、見逃した方など、こちらも合わせてお願いします。よろしくお願いします。まあ、ということで、始まりました。始まりました。はい、5月最後ということで。そうですね、皆様どんな1週間お過ごしだったでしょうか。5月も終わりますね。はい、はいはい、ここでですねちょっと話題として衝撃なまた事実がちょっと、ありまして、はい、はい、実ははい、なんかあの食べ物とかすごくこう良くなってるので、実は日本人の平均身長とか平均体重すごい上がってんのかと思いきや、もう実は下がってるっていう事実が、知っちゃいました。そうなんですね、はい、そうみたいですね。17歳の日本人の身長はですね、戦後急激に伸び、男女ともに1994年から2000年頃までが平均身長のピークとなっています。うんうんうん、令和2年度の調査では男子の平均身長は 170.7 センチ、女子の平均身長は 157.9 センチで、いずれもピークより 0.2 センチ小さくなっていますということです。変じゃいましたか。文部科学省が出している結果なので、まあ、本当に正確な数字だと思うんですけど、なんかミニマム化してるんですね実は。え、そうなんですね。なんかでもこうあれですね、こう住むところも結構なんか狭いところがお気に入りみたいな、そこで なんかなるだけ物を置かないとかっていうのが結構なんかこうここ数年のなんかなんとなくちょっと若い人のトレンドになりつつあるのかなっていう、なんか、はいはいはい、そうですね、なんかね、その物がない方がっていうのが主流になってますよね。まあ、断捨離っていう言葉もありましたし。そうですね、なんか遺伝子レベルでやっぱりこう変化が起こってるんでしょうかね、こういうですかね。コンパクトになっていってるんですかね。はい、なんかあの美容 あの髪の話になるんですけど、はいはい、髪の毛もですね、実は日本人ってあのちょっとこう欧米のなんかちょっとこう透明感あるクリアなあの色にちょっと憧れるからみんな染めるじゃないですか。はいはい、実は、日本人 その髪のトーンっていうんですか、明るさ、まあ、レベルで言うと数字で表されるんですけど、まあ、4.5 から5が平均だと言われてるんですけど、ちょっとずつ上がってるっていう、あの一応調査結果が出てるんですね。あの、まあ、いろいろ本当に食生活とか、あの、まあ、まあ、ハーフの人がいたりとかっていうと部分もあると思うんですけど、なので、はいはい、100年後は日本人の髪はあのアッシュっていう、そのちょっとこう、クリアなあの外国人風って言われるのはアッシュ系っていうあの色になるんですけど、はいはい、に日本人は憧れるんです。あの、オレンジとかそういうのが消えた、赤みが消えたアッシュっていうのにすごい憧れるんですけど、日本人はそれに憧れるんだけど、マットっていうちょっともうちょっとくすんだ方に、何ですか、マットっていう、まあ、緑がベースの色の方に向かって、っていう、調査結果も出ているので、まあ、これもちょっと遺伝子とか、まあ、本当に食生活でこんなに変わるのかなっていうような。そうなんですね。そうか、食生活ですかね。でも
まあ、ちょっと話は戻しますけど、ええ、スポーツ選手とかはすごくこう、はい、なんか大谷翔平選手みたいに大きく、うん、もうこうなんか何ですか、ああやってがっちりしてなんかこうなあのすごい人もいるわけじゃないですか。はい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 。うちの日本人のなんか身長高い人ってどちらかとちょっとひょろっとしてっていうなんかイメージがあるんで、まあまあ、そういう意味で変わってきたのかなと思いきや、実は身長下がってたっていうことですね。うん、そうなんですね。中間さんも身長高いですもんね。身長高く見せてるんですよね、多分。実はそんなに高くないっていう。よく身長このぐらいでしょって言われるんですけど、それより全然低くて。そうですか。でもこう、スラッとしてるからかもしれないですね。まあ、それは本当にありがたいことですけど。うん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 。であの身長もなんですけど、体重も実はちょっとずつ2006年をピークにですね、男性は 1.3kg、 女性は 1.4kg 軽くなっているという調査が出ています、まあ、これはなんか分かりますよね。ダイエット志向とか、 なんか結構やっぱアイドルとか憧れの人がやっぱり細かったら、うんうんうん、そうですよね。なんかもう皆さん何ですかね、私の小さい頃よりも今の方の方がよっぽど体型にちっちゃい頃から気をつけてますよね。はい、そうですね。なんかこう、まあ、こういうとちょっと偏見があるかもしれないですけど、昔のこう、お金持ちのイメージって、こう、なんかこう、太ってて、たらふく食ってっていうのがイメージだった。漫画に出てくるような、はいはいはい。今はやっぱり、その、もう知識もあるし、お金持ちほどそういう、なんていうんですか。確かに確かに。みたいな、なんかそういう風になってきてるので、今後の多分その、金持ち貧乏人っていうのの、もしかしたらその、あの、風潮がちょっと変わってくるかもしれないですね、イメージが。そうですね。今はお金持ちほどね、高くっていいものを少し食べてますよね。そうですね。で、しかもほどほどに運動して、で、しかもパーソナルのトレーナーがついてみたいな。はいはいはい。確かに。そういう時代なんですね。そうですね。私も気をつけよう。まあ、ほどにあのしないとですね、あんまりなんか、ね、年を重ねて細いのもあんまり魅力はやっぱり男女ともに感じないですよね。ほどほどにないとなんか、なんですかね、あまり細ければいいってもんじゃないと思います。そうですね、やっぱちょうどいいのがいいですね。いいのがいいです。あのやっぱ女性はちょっとふくらしてるぐらいが男性は多分魅力的な人が多いんだと思います。これはあの仲間君色調査結果ですけど、それはきっと勇気を持った私のような女性がたくさんいると思います。ありがとうございます。はい、ではじゃあここで一曲聴いていただきます。ちょっと先週に引き続きですが、夜遊びのもう少しだけ。はいはい、はい、では、ここでですね、お便りを、ちょっとご紹介したいと思います。はい、東京都、武蔵野市のリナのママさんから先週に引き続きですね、はい、感想いただいてます。いつも楽しみに聞いています。話が多岐にわたっていて視聴していて楽しいです。桜前線を旅する仲間さんはちょっと思いつかなかったけど、アルコールの強制終了は今のところしてないな。手相ですが、アスタリックマークなかった。ではお風呂に入ってきます。今宵もありがとうございましたということです。ありがとうございます。なんか嬉しいコメントございます。ちゃんと聞いていただいてて、なんか本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。アスタリックマークなかったですか。なかったですか。でもね、桜のね、はい、あの桜前線とともに、うん、ちょうど本当手相も拾ってもらえてて、なんか嬉しいですね。なんか嬉しいですね。うん、ここです。私もなんか何話そうってちょっと前から考えちゃってました、手相。でもこうやって手相ファンが結構、まあ、僕の周りにも多いので、はい、なんか極めていきたいなと思います。そうですね、はい、勉強しておきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。であともう一件、東京都の、大田区、また先週に引き続きミスターパーフェクトさんから、ありがとうございます。はい、まあ、先々週の感想ですかね、まさかそのまま読まれると思わなかったので油断しておりました。
質問スルーしていてすみません。私はお酒が全く飲めないので、うん、飲み会ではコーラを飲みます。はい、コーラを3杯は飲みますそして飽きたらジンジャーエールを飲みます、うん、どうでもいいですかねいつもニヤニヤ聞いています。ありがとうございます。だそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。お酒が飲まないということがちょっとミスターパーフェクトさん発覚して判明しましたね。あのラジオ聞いていただいてその質問に答えていただけるって嬉しいですね。そうですね。でもなんか本当にこのコーラだけで3杯飲めるっていうのがまたすごいですよね。すごいですよ。ビール3杯より全然すごいですよ。そうですね。さらにジンジャーエールいきますからね。炭酸攻めですよね。そう、炭酸攻めですね。うん、いや逆になんかお酒じゃないものをたくさん飲める人ってすごいなって思っちゃいますけどね。すごいですよね、本当に。なんかお酒ってこう程よく酔ってくるから、なんかちょっと若干感覚が麻痺して何回も入れられるじゃないですか。普通に炭酸水を水だったら分かるんですけど、炭酸水例えば1リットル2リットル飲めって言うと、そうなんかそのですよね、はい、あれ何なんですかね。何なんですかね、うん、まあ、ミスターパーフェクトさんは、はい、すごいですね。じゃあ、うん、すごいですね。ただやっぱりちょっと糖質も気になるので、あの糖質オフかあのゼロ系のね、糖質ゼロ系の選んでいただく、ちょっとドライなやつとかそうですね、はい、そちらの方のコメントも、ぜひいただきたいですね、パーフェクトさんにお待ちしてます。はい、今ニヤニヤして聞いていただけると嬉しいんで、うん、あのコメントお待ちします。お待ちしてますはい、うん、はい、もう一件、東京中野区の、はい、401KY さんからです結構何回も登場してますよね、はい、何回も登場しますね、はい、いつも楽しく拝聴しています。梅雨の時期、週末家にこもりっきりになった時、オリオンビール片手にサブスクで見るキュンとするおすすめ映画、スカッとする映画があれば教えてください。だそうです。キュンとする映画、スカッとする映画ですか。そもそも映画見に行きます？いやー、もうほぼ行かないんですよね。うん、あとね、年に1回行くか行かないかですよね。そうですね。もうほとんど家でも、なんかあのよくネットフリックスとか、はいはい、Hulu とか Amazon プライムとか結構見てる方いるんですけど、うん、なんか映画を見るとか、なかなかですね。なかなかですね。でもね、すごい映画ね、お好きな方は行きますもんね、ちゃんと映画館でって。そうですね。うん。どうしよう、401KY さんへのお答え。でもスカッとする映画ですからね、梅雨に。梅雨にスカッと、スカッと。何、うん、ですかね。何でしょうね。何でしょうね。何でしょう。多分私一番最近見たのが、シティハンター劇場版ですよ。劇場版。ちょっと前ですね。あるいは鬼滅の刃劇場版かな。ああ、鬼滅の刃はまあ鉄板としてとりあえずは。とりあえず。僕も見に行きましたけど、はい。ねえ、なんだろう。なんかキュンとする映画で。の方だったらちょっと思い出したのが、はい、私中山美穂さん主演のラブレターっていう映画すごい好きです。おー、はい、うん、ぜひぜひちょっと検索してください。あー、でもキュンとする映画ですもんね。うんうんうん、はい、キュンとする映画。なんか意外となんですけど、うん、これはあの映画館じゃないんですけど、あの全くディズニーの映画とか興味なかったんですけど、たまたま金曜ロードショーとかでやってて、はい、ミスターインクレディブル、すごい面白かったです。本当ですか。へ、はい、そっか、ディズニー映画ね。あんまり、うんうん、全くジャンルで興味なかったんですけど、たまたま見たらやってたんで、うんうん、意外と面白かったです。結構スカッとします。カットします、うん、はい、それもいいですね。はい。でも全部アニメっていう、なんか。言ってますね。今私、そうそうそう。アナ雪とか、
なんかちゃんと見てないなとか思ったり。あなた雪の女王も。はい。はい。あともうね、ジブリ系とか思っちゃったんで、またアニメでしたね。ああそうですね。もう基本アニメですね。アニメなのかな。もうアニメ面白いですね。そうですね。なんでしょうね。まあやっぱり、どうなんでしょうね。スカッとするか分かんないですけど、タイタニックとか、まあちょっと古いですけど。まあね、あの、スカッとするとキュンとするが両方入ってるかもしれないですよ。そうですね。タイタニックね、はい、私も見に行きました。でも大体今言ったやつって、基本的に映画好きの人が見るっていうのも話題だから言ったパターンですよね、大体。はい、とりあえずみたいな。そうですね。きっと本当にお好きな人なら、はい、おーっていうところを上げてきますよね。そうですね。うん、そっか。この前も 401KY さん、あの曲でしたよね、音楽のリクエストで。ね。なんか、なかなかそういう文化的な方ですね。そうですね。でもなんかこの日曜日の憂鬱っていう番組自体が一応スカッとするための番組ですかね、うん、そうでしたね。ただ今それにちょっと絡んでるっていう時期的なもので、なんで、まあでも今後その日曜日の憂鬱でもちゃんとスカッとさせるものを発信していかないといけないかなっていうちょっと、そうですね。そうなんですよね。なんかもともとまあね2人でおしゃべりするところから始まっていて、はい、もしでそのうちゲストさんを呼べたらみたいなお話もちらほら出ているところですけれども、なんかこれもしかしてリスナーの皆さんからこういうことやったらいいんじゃないんですかみたいなアドバイスいただけたらすごい嬉しいですね。そうですね。本当に それがあるとより、ね、この番組も発展するというか、はい、こんなコーナー設けてほしいみたいなものがあったら。そうです ね、 ね、はい、いいですよね。うん、でもなんかまたちょっと話を戻すんですけど、男性の方がなんかこうスカッとしたいっていう人多いですよね。なんかありませんか。なんか例えばなんですけど、はいはい、シャンプーとかもなんかヒヤッとするシャンプーがいいとかっていうのは大体男性じゃないですか。はいはいはい、シーブリーズとかあれ大体結構使うの男性じゃないですか。あの体に塗るのもそうなんですけど、はいはい、なぜ男性はあんな冷やしたがるんでしょう。なんかスカッとしたいっていう意味です。なぜですかね。そっか、スカッとしたい。そうですね。あんまり女性そういう表現しないですもんね、スカッとしたいみたいな。それはなんかあったかい。そうですね。なんか、うんうん、はい、ちょっと温まりたい、なんか温まりたいみたいな。うんうんうん、なんでですかね。うん、なんかだいたいドリンクとかを注文するときも、うんうんうん、男性、まあ、若い男性も特にそうなんですけど、ほぼ100に近いぐらい、だいたいホットじゃなくてアイスって言うんですよね。あ、はい、で女性はもう大抵の人はホットって言うんです。夏でホットってだいたい頼むんで、まあ、コーヒーであったり紅茶であったりも、はいはい、お茶系であったりもそうなんですけど、うんうんうん、やっぱりちょっとその感覚が違うのか、女性がちょっとあったかいって言った方が可愛く思われるのかと思ってるのか。だからたまにアイスコーヒーブラックでって言われると、うん、男前ってちょっと思っちゃう。女性で見た目が結構清楚な方がアイスコーヒーブラックでって言うと、うん、おってちょっとそれ美容室でのお客さん。美容室じゃなくても。いろいろカフェに行った時に並んでる方が、そう来たかみたいな、なんか意外だなって思って。で、なんか大体、これちょっと言うと問題発言かもしれないですけど、大体ちょっと可愛く見られたい女性は、コーヒーじゃなくて紅茶を頼みます。なんとなくですけど。しかもホットの紅茶って言って、ミルク入れてくださいって大体言います。かわいい。ないんで、大体そのパターンが大体そうで。男性も大体アイスですね。そうか。なるほどです。でも男性の方が暑がりなんでしょうね、要は。そうなんですよ。でもたまに男性で、真夏なのに、なんか、
ホットの紅茶でって言われる時たまにあるんで、うんうんまあ、それもちょっと意外で面白いなと思って、うんうん、でもたまにいますよね、男性でもね、あの、はい、うん、冷たいもの苦手っていう方とか、そうですね、はい、うんうん、逆に私みたいに女性でも冷たいの頼みますけどね。ああ、でもそうですね。うん、いや、あの、真夏とかに、その、夏とか暑い時期にアイスは分かるんですよ、普通に。うん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 。ただもう明らかに寒い、もう雪降ってんのに、アイス、緑茶アイスって言うと、あ、今日も緑茶アイスですかみたいな。なるほどですね。まあ、まあ、でも寒い中ね、あの、あったかい部屋の中で食べるアイスとか美味しいじゃないですか。美味しいですね。なんかそういう感じなのかな。はい、ね。なんかそういう、その映画の話から無理やりそっちの方に引っ張ったっ話題的に。なかなかの映画がひねり出せなかったってことですよね。まあ本当にスカッとしたかったらもうガリガリ君のあの定番のあの水のやつ食べればいいんじゃないですかね。401KY さんは。いいと思います。あとあのホラー映画見るとか、あとなんか辛いもの好きな人は本当辛いもの食べたがりますよね。その対象で、はい。はい。そうなんです。私なんか友人で辛いもの好きな方たちがいて、はい、この前そのランチに行ったんですけど、はい、なんかね意識飛ぶかと思いましたよ。辛すぎる。辛くって、はいはいはい、食べたんですけども、はい、ちょっと帰りちょっと私なんか意識ふらつくって思って。わかります、ね、で危ないですよね本当に。 でその後に入ったカフェで私はもうアイスしか頼めなかったんですけど、他の2人はホット頼んでて、辛いもの食べた後にホットのお茶とか飲めるって逆にすごいなって思っちゃいました。そうですね、うん、もうそれ普段からの、まあ、筋トレじゃないけどそのカラトレしてるんですよ。カラトレっていうか知らないですけども、はい、もなんか言ってました。食べないとやっぱりちょっと苦手になっちゃうから、ちょっとトレーニングしないとって。苦手っていうのは舌が麻痺してきますよね、何か。辛すぎて。そうですよね。はい、いや、なんか私はやっぱ程よい辛さがいいなって思いました。うん、そうなんですよ。でも日本人は実はあんまり、なんかこう遺伝子上なんですけど、うん、あの、本当辛いものあんまり食べちゃいけないっていうか、あの、そうなんですか。そうなんですよ。日本人のその腸ってなんか 2ミリか2センチか忘れたんですけど、ちょっと長いんですよ。あの国の人に比べると。はいはいはい。あの、その分発酵食品とか食べるからだと思うんですけど、だからあんまり辛いもの食べると結構下痢になるっていう、そのもう遺伝子結果が出てるんですよ。あの、全員じゃないですけど。知らなかった。まあ、確かにお腹壊しますよね、辛いもの食べる。そうなんです。だから。まあ、それも今日なんか遺伝子とかなんかそういう話ばっかりになってるんですけど、まあ、今後変わっていくかもしれないですけど、はい、まあ、あの、日本人にはあんまり、あの、韓国みたいに辛いものっていうか、アジアトータルですね、辛いものはそんなに向いてないっていう結果が出てるんで、はい、まあ、皆さん気をつけましょう。はい、気をつけましょう。はい、というわけで残りお時間も少なくなってました。はい、ということで、はい、毎週恒例の毎週恒例の、はい、ということで、はい、じゃあ私の手相コーナーさせていただきます。本日はですね、薬指の下のことを太陽球って言うんですけれども、はい、ここに縦の線が入ってる方、入ってますか？ああ、はい、あ、でもこれ入ってんのか、あ、でも右、あ、縦の線はなんかうっすら入ってる。おお、薬指です。これ太陽線とか人気線って言って、はい、人気者に出る線ですよ。へえー、そうなんですね。そうです、そうです。それは嬉しいですね。じゃ、まあ、でも薬からちょっと分かんないですけど、ね、これがそうなのか。でもそんなに多分ね、くっきりって出る人は少ないんじゃないかと思うんですよね。だから薄くでもあったらあると思います。よかった、人気者で。人気者です。皆さんありましたか？リナのもありましたかね？ありましたかね。はい、はい、では今日もそろそろお時間となりました。はい、はい、お時間です。はい、はい、今日も聞いていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。また来週日曜日夜8時から、はい、はい、お会いしたいと思います。はい、皆さんの憂鬱をスカッと吹き飛ばすためにぜひ聞いていただきたいと思います。
はい、はい、聞いてほしいです。ありがとうございました。はい、また来週、おやすみなさい。はい。